ンダムに。時間的に分かんないんだけどね。
今から本当の話をするわね。あの晩私やけに気合が入っちゃってて、朝目が覚めるまでの記憶がないのよ。あの子は私のベッドでまるで棺桶に入ったどっかの死体みたいに眠っていたの。
みなさんこんばんは、メロン畑ゴーゴーです。イエーイ、すごい。今ね思った、誰この瀬戸に考えたのって思った。誰だろうね。すごい、あの冷静になって考えたらここで MC 入るのって結構すごいなと思いました。今日はいつまで死んでるんだってちょっと一瞬思ってしまう。びっくりしちゃった。はい、今日はキャプテンアイドルマーケットボリューム1メロン畑屋ゴーゴーワンマンにお集まりいただきありがとうございます。メロン畑屋ゴーゴーとしてはこれが2回目のワンマン。2回目ですね。2回目。そう、ルンルンはその時1回目の時はもういた。1回目いつだっけ。12月じゃない。ああ、いたんだね。ルンルンは多分1回目のワンマンの時は加入してすぐにワンマンだったんだよね。そうすごいね。すごい。でうちらは入ってから初めてのワンマン。アイドル人生初ワンマン。そう、アイドル人生初ワンマン。そう、ありがとう。今年はいろいろあるね。中村さんも喜んでいます。嬉しいよ、嬉しいよ。喜んでますね。はい、なんで今日はねワンマンと、そしてなんか重大発表もあるということで、そう、最後までねワクワクですね。楽しんでってください。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ね次の曲いっちゃいますか。いきましょうかね。はい、じゃあフードをかぶってあの曲をします。うん、高めさんがマントを取っちゃったので少々お待ちください。邪魔なんだよね。取れちゃった。分かる、勢いで取りたくなるの分かる。それ言えなく邪魔って言ってる。邪魔じゃない。そう、勢いでね、勢いでね。ついた。はい、はい、じゃあそれでは聞いてください。チェンジザルーム。暗くしてチェンジザルーム。そうだよ。いきます。美しき月よ、そなたはこれから起こることを見ない方がよい。醜い血に染まりたくないなら、ロビーが盛り上がってる。Thank you.
足はガクガクピンピンシャキシャキ胸はキュンキュン私のベッドで暴れ回ってI'm gonna make you mine.
くやっちゃうから。じゃあみんな場所について。あ、はい、お、このフォーメーションは。それでは聞いてください。メロン畑屋55でメロン畑屋55.
ありがとうございます。アイドル始めてからでもメロン入ってほんと最近ここ1ヶ月くらいでなんか普通にニコニコやったって全然楽しいしみんなに楽しんでもらえるのが一番ってすごく思うようになりました。今日とっても楽しかった。ありがとうございます。はい、泣きそう Yeah.
Woo!